ございます。さあということで本日もですね料理をやるんですけども、今週からですね、ゆめさんが職場復帰いたしまして、家の中が空っぽになりました。ということで、ここからですね、まあ、今週からですねお料理も若干ちょっと変わってくると言いますか、時間に追われる、そんな、環境になってまいります。今日はですね4月の20日なんですけども、今収録しているのが、この後ですね私あと15分後ぐらいにはですね、家を出てですね森の宮の方のライブに行かなければなりません。それまでにですねあと15分しかないんですけども、それまでに、メインの、まあ、料理ですね、もう副菜は一応作ってくれたんですけども、ごめんなさいねこんなリアルな話、副菜はですねもう作っていただいたんですけども奥様に、メインがですねまだ作れておりませんので、このメインをですね、なんとかこの15分以内に収めていきたいと思います。なので一応焦ってるのは焦ってるんですけども、まだですね何を作ったらいいのか、そして買い物に行く時間もない、食材はあるんですけどもこの食材で何を作るかというのをですね、考えながら15分でしっかり料理ゴールまで行きたいと思いますんでよろしくお願いします。さあまだ何を作るか決めておりません。ということで、本日の、食材はですね、こちらを使って調理したいと思います。一応じゃがいもと、まあ、ひき肉があるので、これで、ひき肉とじゃがいもの、まあ、炒め物ですねちょっともやしでかさ増ししていきたいと思います。はい、これがまず1品目、で2品目がですねズッキーニとナスと、まあ、ベーコンでトマト缶があるので、野菜のトマト煮込みこれ作っていきたいと思います。これはですね今日食べるかどうか分かんないんですけども、まあ、作り置きで、これもですねまとめて作りたいと思います。一応時間的にはそうですね、12分ぐらいしかないかも。はい、12分で全て2品完成できたらなと思っております。もしかしたら間に合わないかもしれないんですけども、まあ、それはそれで、はい、とりあえず最後まで作りたいと思います。時間は12分です。よーいスタート。まずはですねこのじゃがいもをですね、剥いていきたいと思います。今日の段取りといたしまして私が、料理をメインの料理を仕込んでですねでライブに行ってで、でまあ、同じタイミングで多分ね仕事は終わるんですけども、私はですねまた急いで家に帰ってきて、最後の仕上げというか、盛り付けであったりですね、晩ご飯の準備をする、嫁さんは息子2人を保育園に迎えに行ってですね連れて帰ってきて、私の料理が仕上がったと同じタイミングで家に帰ってきてみんなでご飯食べるというところでございます。はい、まあ、そんなにねうまいこと言ったらいいんですけどもどうなるかは分かりません。間に合うのか、こんなことやってて。よし、火つけます。肉からいこうか。決まってないぞ。よし、芋からいこう。
干焦げるのを防ぐために弱火で、じゃがいもと、はい、ひき肉、豚ひき肉ですね、入れていきます。これを超弱火で炒めながら、お塩、胡椒ですね、はい、で炒めていきます。はい、こうしている間に野菜のトマト煮込みの野菜も切っていきます。トマト煮込み、私よく作るんですけど、これはですね、冷えてても美味しいですし、はい、であとパスタに和えることもできます。火ついてるな、はい、なのですごくですね、使い勝手がいいので、これは本当におすすめでございます。でまた野菜のカットなんですけどね、本当にこれご家族のね、年齢によって多分変わってくると思うんですけど、小さい子がいるとやっぱりどうしても小さく切らないといけないんですけども、これ見えてますかね、はい、計算するとやっぱり12分ぐらいで仕留めないと、仕上げないといけないんですけども家帰ってきて、あ、めちゃくちゃな状態だとちょっと怒られますんで、ある程度片付けた状態で、はい、行きたいと思います。ちょっともやしはやめとこまで、でナスビですね、スービー、はい、スービーをこんな感じで、トマト煮込みの方です。でパプリカですね、これを最初に入れるべきやったかな、どうやろう、まあいいか、ゆっくり火を入れるんでね、全部切り終わったらちょっと火の力を強めていきたいと思います。一応彩りもいいんでね、ベーコン、急いでる時に、急いでる時にこれあげん、どうしよう、これも入れようか、よし、はい、酢はこれは今日はいらない、
ちょっとずつ色が変わってきたので、ここでおやつも入れます。はい、これ入れ、ちょっと火を強めます。酒、醤油、みりんですね。みりん入れます。茹でる間にあと4分しかない。いいですね。こっちでいいですよ。こっちも醤油じゃないわ。お塩。今砂糖入れなきゃ。炒めます。熱い。換気しよう。よし。で、こっちはニンニク入れます。はい。はい。です。こっちはもうあとは焦がさないように煮詰めていって水分を飛ばしていきます。で、こっちのラタトゥーユの方はトマト缶を入れます。で、ちょっと水分が足りないので、この中ですね、ごめんなさい、ラタトゥーユの方全然映ってなかったです、ごめんなさい。今こんな感じになってます。よいしょ。で、これで煮込んでいったらコンソメ。ああ、パニック。今日はコンソメスープの素をその中に入れます。どうやるか。2つでいけるか。2つでいけば。さあ、茹でる間にあと1分ほどになりました。じゃがいも大丈夫かな？じゃがいも。ちょっと煮込みが浅いです。レンジでチンすればよかった。色味的にはもう完成なんですけどね。いいですかね。よいしょ。前半全然こっちの絵映ってないやん。ああ、
OK、 ほぼ完成でございます。もしですね、じゃがいもまだ火通ってへんやんけっていう、そういう時はですね、もうタッパーに入れてチンしちゃってください。そっちの方が早いです。こちらの方も、はい、あまり火強すぎるとね、焦げちゃうんでね、こんな感じで OK です。ということで、無事ですね、ひき肉とじゃがいもの炒め煮とですね、もう一つ野菜のトマト煮込みですね、こちらちょっと今日食べるか分かりませんので、はい、タッパーに入れさせていただきます。すいません。こちらとですね、トマト煮とひき肉とじゃがいもの炒め物ですね、こちらは、おしゃれな言い方で言うとラタトゥーユです。はい、この2品完成しました。時間で言うとおよそ、まあ、12、3分ぐらいですかね。はい、ということで、こんな感じでリアルにですね、晩ご飯ご紹介しました。またですね、ちょっと時間がですね、ある時ない時ございますが、ぜひぜぜひぜ、ちょっと焦りすぎや。ぜひですね、このリアルな食生活、渡辺家の、料理ですね、皆さんもまた見に来てください。ということで本日は以上です。どうもありがとうございました。